夢タウン田松は山口県田松市中央町に所在する泉が運営するショッピングセンター夢タウンの店舗。1993年に声優を各店舗とする CSC ザモール集団として開店2018年にリブランドされた。1988年3月に田松市が田松市総合計画の中で田松シンボルゾーン構想を発表。 その中核の一つである、下松タウンセンター構想に基づき、旧日本石油生成下松製油所、末竹貯油所跡に商業、文化集積が整備されることとなった。背景には、不況による人口減少と、市内の買い物客が隣接する徳山市などに流出している状況があった。同年10月に、第3セクターの下松商業開発株式会社が設立され、 下松市、地元の出店者、中小企業事業団が出資した。翌年の1989年2月には、声優の進出が決まった。施設の整備は、声優や下松市、下松商業開発の出資によって1992年1月に設立された、下松タウンセンター開発株式会社と、下松商業開発によって行われた。整備にあたっては、 特定商業集積法の適用と中小小売商業振興法の認定を受けた。また、隣接地には文化施設である下松市文化健康センターが下松市の単独事業として整備された。1993年11月5日、声優のショッピングセンター業態であるザモール集南として開業。下松タウンセンター開発が所有する施設全体の5分の 4に声優と専門店街が入居し、下松商業開発が所有する、残りの部分は地元商業者が中心の専門店街、星プラザとなった。ザモール周南の開業を境に、下松市では大型店舗の進出が相次ぎ、周南市、講市一帯を証券に取り込むことに成功した。また、周辺の宅地開発も進み、2000年以降は市の人口も、 増加傾向に転じた。一方で、市内の下松駅周辺に、それまで存在していた商業機能は大きく衰退した。1998年には近隣に三里部下松が開業するなど、商業環境が変化する中、1999年には、シネマコンプレックスのムービックス集団が、2000年には、北西の従業員駐車場敷地に山田電機が開業した。 2009年には、下松タウンセンター開発が、声優の100%出資となった。その後同社は、合同会社に、改装の後解散したため、下松商業開発の所有範囲を除く、本施設は、声優による所有となった。開業後25年にわたって、下松市の商業の中心としての役割を担って、きたが、声優は、中国地方唯一の店舗という立地から、 効率化の面で強みを発揮しにくい状態となっていた。こうしたことを背景に、2018年2月1日、付けで、声優と総合スーパー大手の泉との間で、当店舗の譲渡契約が交わされた。ザモール集団としての営業終了に先立ち、同年5月15日をもって、各テナントの声優集団店が閉店した。声優の閉店後も、専門店街、 食友館のほとんどのテナントやムービックス集団は営業を続け2018年8月1日より夢タウン下松としての営業に移行した同年10月13日にグランドオープンし2019年2月初旬にフードコートがオープンしこれで完全体となった隣接する下松市文化健康センターとは1階連絡通路で接続されている1階には 下松市を含む周南地域を放送エリアとするコミュニティ FM 局である周南 FM のスタジオが設けられている。施設全体の5分の1は地元第3セクターの下松商業開発株式会社が所有しており、地元商業者を中心とした専門店街、星プラザとして営業している。店舗面積は百九十七平方メートルでテナント数は十一。 星プラザの星は、下松市の市名の由来にちなんでいる夢タウン下松と、同一の建物内であることから、施設の駐車場なども共用であるが、営業時間や定休日が異なるほか、ポイントカードなども、独自のものを採用している。ザモール周南時代から、あるシネマコンプレックスで、1999年に駐車場の一部を増築して開業した。ザモール周南の 夢タウン下松へのリブランドを前に一度リニューアルしている。各シアターの席数は以下の通りである。店舗面積1万平方メートル以上の大規模小売店舗を一家に記すザモール集団に関するカテゴリー。ありがとうございます。